平成24年7月21日、茨城県日立市川尻海水浴場へ来ています。この海水浴場も本日海開きなんですが、あいにくの曇り空と、ちょっと肌寒く感じる気温のせいで、利用している、人たちの姿はそれほど見られません。ではこの海水浴場の堤防や、その他コンクリートなどに付着している卵巣の、放射線量はどのぐらいあるのか、測定してみたいと思います。それでは見てみましょう。今堤防の表面に卵巣などが付着しているんですけども、これがどのぐらいの放射線量があるのか、見ています。では早速見てみましょう。今メーターの方を見てみますと、約1マイクロシーベルト、真ん中のメーターですね、見るのは真ん中のメーターで、レンジは 0.1 倍です。約1マイクロシーベルト、この、堤防には約1マイクロシーベルトの、卵巣が付着しています。ご覧のようにですね、ほとんど利用している人たちはいないというよりも、海水浴を楽しんでいる人たちは全く見られません。気温の方は約19度ぐらいですね。ちょっと肌寒いかなっていうところがあるので、それほどいません。ではこの早速コンクリートの部分ですね、コンクリートの部分を、測定してみたいと思います。先ほど砂浜の方を測ってみたんですが、そんなに高くなかったので、このコンクリートの、卵巣が付着している部分ですね、それを測ってみたいと思います。では見てみましょう。先ほどの堤防よりはそんなに高くないかなと思われるんですが、それでも約1マイクロシーベルト近くは、メーターに、測定されています。1マイクロシーベルト超えたようですね。先ほどの堤防より若干高いというか同じぐらいだと思うんですけども、1マイクロシーベルト以上、このコンクリートはあります。海水浴の際にはくれぐれも、このコンクリート上には長居しないようにしてください。